お年玉は贈与税の対象となるのか、お年玉が社会通念上相当と認められるものであれば非課税となります。具体的にいくらまでであればセーフなのかは明確ではありませんが、常識的に考えて数万円程度であれば大丈夫でしょう。仮に数十万円の高額のお年玉をもらった場合は贈与税を気にする必要がありますが、1年間に贈与された他の財産の金額と合計して110万円以下となれば贈与税は課されません。